どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。ポーションクラフト続きをやっていきたいと思います。たくさんのコメントありがとうございます。すりつぶさずに叩きつぶす脳筋錬金術師、おとじゃさん好き。いや、すりつぶせるけど、いや、もうこうやった方が、ねえ、よく潰せる感じするでしょ。あ、レビューもついてるね。星5、傭兵や冒険者と身構うようなお兄さんが店主です。なぜか熟練の狙撃手みたいなオーラをまとっていますが、これが楽しいんだよな。オラオラオラと、店の奥から意外にも親しみやすい声が聞こえてきます。追伸、ニューバチをメイスみたいに扱うし、絵切りがうまく毒殺に違和感を感じず身のこなしがただものではないので、やはり元傭兵で間違いないかと思います。毒殺に寛容、そうだ、やっと今評判プラス6になってきたからもう大丈夫だから、うん、じゃあ次の日行きまーす。おはようございます。はい、回収。そんなもんかな？他に隠れてねえよな。お、ドアフだ。こんにちは、錬金術師。山の恵みが必要が見ろ、かい。これは自分で掘るんですか？兄弟たちと一緒なら強い深いトンネルを掘る怪物と戦う怪物出てくるんだ。おー、すげえ。これあれか。ぐるぐるマークついてるのは、多分ね、ワープしてるみたいな感じなんじゃないかな。現状ぐるぐるマーク持ってねえな。そうすれば、ここら辺とか突き抜けられるんじゃない？買ってみるか。高すぎて、血のルビー買えねえんだけどさ。いくつまで？あ、ちょちょちょ。はい、値段交渉しまーす。安くしてください。すげー見るじゃん、すげー見てるよこれ。お前はどこまで値切るつもりなんだこの野郎っつって。よし、お、は、へ、あれか、あんまり行き過ぎると今なんか値段下がってた。俺毎回押すのに集中してて値段見れてねえんだけどさ。ありがとう。こんにちは。仲間と一緒にイノシシ狩りに行くんだ。悪くても2頭ぐらいは捕まえられるはずだ。1頭は市場で売るとして、もう1頭は森ですぐに料理しようと思ってるんだ。火を燃やすものが必要なんだ。でないと予定が狂っちまう。ファイヤーですね。お待ちください。とんでもねえファイヤーポーションがあるんでね、こちらの方を、お渡ししたいと思います。オッケー、素晴らしい。はい、67、69、73、78、はい、あざーす。いやー、手ごわい魚を釣ろうとしてるんだ。信じられないかもしれないが、そのちっこい野郎は火を吐くんだ。この前は、釣り竿をすっかり溶かされちまった。お客さんあんまり、ちょっと、次のお客さん首に引っかかっちまうんで、糸が。下のポーション、了解です。作れるっすよ。ブルーポーションっすね。ブルーポーション作りました。どうぞ。火を吐く魚、それだけじゃない。俺は買った魚を釣り上げる運があるんだ。ピラニアを釣ったことがあるし、一度なんかゾンビ魚を釣り上げた。だから火を吐く魚なんか全然珍しくないよ。ゾンビ魚。おお、すげえな。よし、行こうか。常に値段交渉よ。当たり前ですよ。60、65、66、 OK。 まあ別に大丈夫だな。よし、盗賊たちとこの前取っ組み合いをやったんですよ。武器を取られたんで、素手で奴らのナイフを掴むしかありませんでしょ。ご覧の通り戦いには勝ったんですが、深い傷が残っちゃってね、治療が必要なんです。はい、まあ、ここでも作れるわ。いちいちあっち行ってたけど。はい。じゃあ、ポーション作ります。ほい。どうぞ。はい、はい、はい。すいません。普段でもどうなんですか？仕事終わりの、ねえ、酒場とか、すげえ美味しいもん食ってそうだけど。大
はい。おじいちゃん、何年ぐらいキノコ集めてんのよ。ほとんど50年になるよ。若い頃に森の中を歩き始めて、そこが家になったんだ。すごいね。その後森の中に小屋を建てて、町に集めたキノコを売りに来るだけになった。へえ。大抵のはあるけど、ゴブリンキノコの在庫があと4つほど欲しいな。10にして、沼キノコ1。ああ、これがないね、俺。硫黄のやつ使っちまったから、ただ、たっけえな。緑キノコは11ある。2個ぐらい用意しとくか。交渉！いやー、でも、こうやって持ってきてくれてるからあるわけだもんね。ありがとうございます。しかしね、ゴブリンが大発生してしまったんです。置いてある食べ物の上を走り回るし、穀物の袋にも入り込む始末でね、全くひどいありさまです。とっても我慢できません。あの害虫の息の根を完全に止められるものをください。毒ポーションっすかね。ズンポーションご用意いたしましょう。言いたいところなんですけど、茶色のキノコがございません。ズンポーションを違う手段で作らなきゃいけない。あれ？あ、ズンここだね。どれで作ろうかな。赤キノコとか使うとな。とりあえず下行ってこいつ取って、そこからよね。はいはい、取るって。まあ、すりつぶした方が早いということは分かりました。で、2階かな。はい。で、これで1。左下に行くものってなかなかないんですよね。これぐらいか。すげえな、血のトゲとか。もったいない気がするんですけど。2が限界だな。ごめんなさい、2ですわ。難しいな。どうやって3にしようかな。間違えた。ごめんなさい、これしかないんです。値段交渉。ほい、ほい、よいしょ。ありがとうございます。やった！よく効くポーションを作ると言われている。人気レベル5。高く売れるぞ。ある若者に恋をしてしまったんです。でも彼は私のことなんて何とも思ってないみたいで、もう気が狂いそうです。彼の心を勝ち取るポーションが必要なんです。魅惑のポーションだね。俺そんなの作ったことあった。どこだ？これかな？これか？どこだ？これ探すしかねえな。じゃあまず狙いはこっち行ってみましょうか。どうやって行こうかな。まずは下入ってから、はい、水鼻で進んで、もう一丁。あれだ、一個ずつ入れないとダメか。はい、ここまで来ました。もう少し一個前に進んで、だね。で、上がって、むつ。お！魔女キノコだ。魔女キノコで行くか。ああ、危ない危ない。魔女キノコで、入るには入るけど、さあ行くぞ。ほー。
と上がっ2になるか。どうしよう。一回3にしてみるか。水花1個でいけそうだね。これいけるか。え、これは？よし。これなんだろう。はい。これ、見える見えるか。見える見えるだった。ちょっと見える見えるにしよう。見える見える3だったなぁ。保存。まあ、とりあえずこれは置いといて。これで見えないやつ見えるようになるってことは、これかなぁ。どの方向にあるかだけでも分かりゃいいんですけどね。分からんので作ってみるしかない。それが音錬金術。沼キノコで下入ってゆっくり降りてく。こんぐらいでいいかな。で下行ってゲットしつつ、さらに下行って少し左下なんだよな。すごい動きする。でもまあ、周りのやつが取れるんだよね。どんどん降りるしかないね。急成長のさらに下にあるかな。同じ高さまで降りて、難しいな。とりあえず移動。はい、ゲットゲットゲット。ちょっと混ぜて調整すればいけるか。はい、これむずいな。ここか。まあ途中で混ぜれば動くから。あ、これでもいけてそう。よし、なんだろう。減速、止まる止まるだったな。止まる止まるだったか。とりあえず保存。ないな。なかなかにないぞ。どこだ？どこにある？魅惑のポーションは。減速、睡眠、こっちのかな。だってこっち魔法炎とか爆発だもんね。さらに右奥かな。探しに行くしかないよね。下まで降りて。嘘、どこ。睡眠の右下あたりとかにあるんじゃないかな。よいしょ。で、降りて、一回そこまで行こうか。はーい。ああ、見えてきた。沼キノコで、先をチェック。あぶね。結構だな。あんまり浸かりすぎると危険だな。めちゃくちゃ難しいじゃん、下のルート。
レベルアップ。なんだ、何もないぞ。まだ大冒険してる。なに、どこ、うーわすげえな。材料には限りがあるんだぜ。この辺りで止めとくか。横に移動して。え？どうなってんのこれ。もう一丁。ここまで移動しちゃおう。これ周り見えた方がいいな。え？ちょっと、あれもうこれ以上先ねえんだけど。行き過ぎたかこれ。行き過ぎたな。あ、これもなぜ？ん？あ、まだ入れてなかった。なんもねえな。行くだけ行ってみるか。なんですか？下かな。これ一回戻った方がいいか。あ、でもそれでも取れるんだ。やっべ、材料なくなるぞ。下まで確認して、多分この下にあるんじゃないかな。あるね。確認しよう。え？まだ下があるな。右もあるんだけどな。せめてさ、何かのポーションが作れるあれ見えて、もうなくなる。テラリアフィニッシュしちゃうな。なんなのよ。ちょっと新しいの使うか。ぐるぐるって回ってそこに、あの中に入るとなんだっけ。特にないか。ぐわー、何個使ってんのよ。でも新しいものを発見するためにはいろいろ使わないとね。いやー、テラリアがなくなるな。何も見えてくれ。絶望なんだけど絶望がそこにあるんだけど、これ。はい。まあ、こっちは特にない？もしかして。これ一旦やめるのあるな。冒険しすぎたな。しっかりと、あれだね。取ってかないとダメだね。冒険しすぎたって、知らない。もう俺自身も何を作ってるのかよくわかんなくなってる。惚れ薬ね。ずーっと、ずーっとだな。何かにしたいんだけどさ、せめて回収できる。なんもねえな。なんもねえや、これ。戻ってきたまであるわ。回収の時だね。
レベルアップ。結果どれだったんだろうな。いいぞ。取れ取れ取れ。これも回収して何にしようかな。本当に現在のポーションにセットしますか。するしかないよ。うわちょっと待って、多分これか。いやー、やられた。やられたってわけじゃないけど、なんもないんだもん、こっち。いや、ここに多分何かあるな。この難しい中に何かある。ここをスッて抜けなきゃいけないんだ。はい。ということで、今回はここまで。次回、ちょっとこのハテナを目指していきたいと思います。お楽しみに、ほんじゃ、またな。